記事の中で当時ブルーハーツで活動していた真島昌利さんは初めて曲を作った時の思い出について語っています。では真島さんは初めて曲を作った時の思い出をどのように表現していたでしょうか。初めて曲を作った時の思い出、87年、いつ頃だか覚えてます？自分が初めて曲を作った、うん、ギター買ってすぐだったような気がするんだけど、ギター買ってで、じゃあなんて、でコード覚えて、はい、結構すぐだったような気がするんだけど、何歳ぐらいですかね。中学1年か2年ぐらいかな、あのような 気がするんですけど、気のせいかもしれないですね。あ、でも、まあ、あの、まあ、またその曲っていう言い方が、どこ、うん、僕らのネタと一緒で、どこからが曲かも難しいじゃないですか。ギター鳴らして、その時思ったことを言ったら、歌ったら曲だったりするし、うん、その時にその自分の評価では、ちゃんとその一曲録音したら曲なのかもしれないし、うんうんうん、でこの時は最初に、じゃあ、最初に人前で弾いたのっていつですか。人前で弾いたのはね、その人前ってのは誰、親の前とか最初誰の前でやりました。最初兄貴に、へぇ、俺ギター弾けるんだぜっつって、へぇ、うん、兄貴はどんな評価でした。ん、無関心でした。無関心だどうでもいいよそんなことみたいなリアクションでした。あ、そうなんだっていうだけの記念すべき初のオーディエンスなんですけどね兄弟ってそんなもんですよね、僕も兄貴に最初のサインをしてやったんですけど、その場で鍋式にされましたので兄貴も悪気なくその場で鍋式にしてましたから、そういう感じなんだろうなと思うんですけど、曲を友達とかに聞かせたことって覚えてます？曲をね、友達、自分のオリジナルを、うん、はい、うんうん、なんとなく覚えてるような気がする。その時のドキドキってこんな、なんつうんですかね。うんうん、答えさっき言っちゃいますけど、はい、恥ずかしかったんで、うん、あまり人に聞かせなかったっていうのは最初だったってこの時は書いてるんです。あ、最初にできた曲は、うん、この時の評価で高校1年生ぐらいの時に、あ、でもあんまりに恥ずかしくて、誰にも聞かせないで一人で作って一人で歌ってた時期があって、で、その後友達に聞かせたけど、そんなにみんな感銘を受けてはくれなかったっていう思い出で書いたんですけど。あ、まさに兄貴の取ったリアクションは正しかったわけです。そうなんですよ。え、初めてヒロトさんとか人前でこういう自分の作った曲を人に披露した瞬間って覚えてます？うん、うん、その頃のことっていうか、初めて自作の曲を、うん、うん、作った頃のこと、うん、うん、僕高校3年生ですね。へえ、高校3年生でしたね。覚えてますよ。え、なんて曲かも覚えてます？覚えてますよ。ジャンピンジャップ337っていう曲で、337拍子なんですよ。337拍子なんですか？はい。え、337拍子だよな、俺たち日本人は、とか言って。へ、反応はどうでした？いや、自主コン開いてね。すげえ本格的ですね。彼女に来てもらったり、彼女の弟とかさ、はい、に来てもらったりしたよ。へえ。無反応の兄貴とは随分差がありますね。あっそうぐらいの兄貴とは。でもなんかこの俺人に聞かせない気持ちはちょっとわかるんですよね。僕中学校ぐらいの時にテープレコーダーに自分でラジオの番組っぽいものを撮って誰にも聞かせないんです。妹に何のためにあれを作ってたのかわからないんです。誰にも聞かせないんだから。聞きてで、多分実家に帰るとあるんですよ。で、しかも自分でハガキを書いて自分の人生相談に自分で載ってたりするんですけど。いいですね。はい。僕も、あの、カセットで、はい、あの、アルバムとか作ってましたよ。自分のオリジナルです。で、誰にも聞かせない。誰にも聞かせない気持ちってすっごいわかるんですよ。自分だけがたまにこう、こっそり聞く。はい。あまりに大事すぎて、人に何か言われるとか、そういうことじゃなくなっちゃって、あまりに大事で、きちんとこれ置いときたいみたいな。まあ、その後にやっぱり反応は聞きたくなってくるんですけど、なんかその感じがこのクイズを選んだときに、
思ったんですよね。この感じすごいわかるんだよなっていう。誰にも聞かせたくないぐらい、自分で嬉しくなっちゃってるっていうか、完結しちゃってるっていうか。マシママサトシ、ファーストアルバムって書いてあるんですよね。待望のなんて書いてある。誰に待望されてるんだろう。自分にしか聞かせないんだけど、待望という字を使ったりとかしましたね。あ、だからそれはすごい。宣伝文、あの、OB とかの宣伝文句とか自分でこう書いてるね。変にそういうエッジの部分だけ凝るんですよ。エコーっていうものが使いたくて、風呂場にテーブルレコーダーを持ってって、エコーだけやって一時停止を一斉とか、そんなんやってたんですよね。当時のテープってあります？あるよ。ありますよね。そうなんだよな。あの、三浦淳さんは、ああいうのを発表するのが大好きなんですよ。三浦淳さんってなぜか中学校の時の日記とかを出版するのが大好きなんですけど、すごい。あの境地って慣れます？僕、あのテープはさすがにまだ流せないんだよな。いやあれ、三浦淳さんすごいですよね。すごいですよね。なんかもうあの今日、あれはなんか可愛らしいんですってもうああなってくると、年齢の問題もあるんだと思うんですけど、皆さんも可愛くて全然大丈夫って言うんですけど、いつかじゃ あの僕の番組とマシンさんのテープとどっかで流します？あ、いつの日いつの日かですよ。死ぬ前の日がいい。死ぬ前の日にしましょうね。一回 CM 行きましょう。